グエン・ミン・チェットは、ベトナムの政治家。第四代ベトナム社会主義共和国主席。金属。フランス領インドシナ時代の1942年、ビンズ・オン・ショー・ベンカットにて生まれた。サイゴン大学で数学を専攻。大学在籍中の1960年、反南ベトナム政府学生運動に関わり、革命運動に参加する。その後、 サイゴンを中心に活動し、1965年3月30日、ベトナム労働党の南部組織に入党。1974年から1976年にかけて、グエン・アイク・オックと高級学校で研修を受ける。2006年11月、ベトナム出席官邸にて、アメリカ合衆国大統領ジョージ・ W ・ブッシュらと2007年11月27日、 総理大臣官邸にて、内閣総理大臣、福田康夫と南北統一後、純粋な南部出身者としては珍しく幹部級まで、上り詰め、1991年6月のベトナム共産党第7回党大会で中央委員に選出、12月には南部にある、孫米省の党委員会初期に任命された。小党委初期在任中、 農業が基幹産業の同省を中心に外国投資を誘致した。1992年に招集された第9期国会以降国会議員も務める。1996年7月第8回党大会において中央委員に再選。1997年1月法治民主党委員会副書記に任命された。同年12月の 第8期党中央委員会第4回総会において政治局員に選出され、党内序列第19位となり、党中央大衆動員委員長に任命される。2000年1月6日には法治民主党委員会初期に就任。この時彼は汚職や組織犯罪に反対するキャンペーンを開催し、暗黒街の大物と称されたギャングスターナムカムなどを逮捕した。 2001年4月の第9回党大会で政治局員に再選され、党内序列第4位となる。この党大会では、ファンバン会首相の公鉄が議題に上り、グエンミンチェットを後継候補に推す声が上がった。しかし、会と同じ南部出身である、バンキエット前首相らが、会の公鉄を強行に反対したため、結局会は続投し、 チェットの首相就任は実現しなかった。2006年4月に開催された第10回党大会で、再び政治局員、党内序列第4位となる。この党大会では、ノンドゥックマイン初期長に対して、党官僚の腐敗の責任を問う声が高まっていた。初期長再選を目指すマインに対し、反対派は、グエンミンチェットを対立候補に押したため、中央委員による自由選挙で、 初期長を選出することになった。中央委員会の秘密投票では、チェットの方が得票を多く獲得したという噂が一時流れたが、実際にはチェットは直前になって立候補を辞退し、マインが初期長に再任された。チェットは国家主席に就任することが決定した。同年5月16日から6月29日まで、 開催された第11期国会第9回会議において、6月27日、正式に国家主席に選出された。就任直後の記者会見でチェットは、内政の課題として、党、政府内で蔓延する汚職の撲滅に対する決意を示すとともに、外交分野では、米国、中国との友好、経済関係を強化したいと語った。11月に、 ハノイで開催された第18回アジア太平洋経済協力会議首脳会議ではホスト役も務めた。翌年7月第12期国会第1回会議で国家主席に再選。なお、ベトナムの国家主席は儀礼的な国家元首であり、ベトナムの事実上の最高指導者は共産党書記長で政府の統括は首相が行うが、 ノンドゥックマイン初期長が前述の第十回党大会で政治的維新を低下し、政治の決定権は、グエン・ミン・チェット国家主席、グエン・タン・ズン首相、チュオン・タン・サン党初期局常任初期の3名が掌握しているとの見方があった。2007年11月に来日。日越の歴史上初めて国賓の扱いを日本政府から受けた。2011年1月の 第11回党大会で政治局員を退き、同年7月25日国家主席を退任して政界から引退した。イギリスのテレビ司会者、キース・チェグインの大ファンとしても知られている。ありがとうございます。